うどんおじゃなのです。今日はこのでっかい土地を今貸し切ってるんですけども、今日はここでシャトルランかなんかするらしいんですよ。でもなんかあれだな、現場監督来てねえな、まだなんかな。お、なんかお、おかしらだ、おかしら、おーい、おかしら、おい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 、元気してる、お元気してる、おかげさまで。あ、よかったよかった。今日なんかね、こんなもの持ってきました、私。どうすかどうすか、いきますよ、おい下手ですかせーの、なんすかこれ、電源電源じゃないです、でんぷんです。でんぷん、なんと私1トン用意しました。マジっすか、1トン、君たちはいつもね、工場頑張って私を手伝ってくれるから、はい、君たちはやっぱりね、しっかりね、喜ばしたいという思いがあって、今日はね、楽しもうじゃないかということで、今回ね、やっていきたい企画がですね、おお、みんなで平単身シャトルラン、イエーイ。ダイラ男子というのはね、はい、僕もまだよく分かってません、はい、でも何か片栗粉と水でなんかすごい液体が作れるっていうことだけ知ってるんですよ。じゃあこのでかい広大な土地を、はい、ここ1年使ってなんかダイラ男子でシャトルランやるってことですか。そういうことなんだけど、今回ね、僕がね、用意したね、シャトルランの会場はね、あちらだ。あ、あっち、これ、あっち、これだ、これですか、これだ、これが用意した1トン、これが用意した、これがシャトルランの会場はこれだ。え、おかしら、そりゃないよ。片栗粉と水をね、10トンぐらい用意しないともっと出かけていけないんだよ。この中に今から片栗粉と水をね、溜め込んで、その上を走っていきたいと、そう思います。いや、走れるほどないっしょ、これこれいくらかかってんすか、ちなみにこれこれね、リアルに片栗粉だけで40万とか、そのレベルということでね、今回はですね、ソフトバンクさんとのタイアップ動画になります。ソフトバンクに借りと出してもらってるかい。ということでね、ハッシュタグ制限されたら青春できない説ということでですね、ほう、もう先生と働いてるわけじゃないですか。青春がないままここまで来ちゃいましたからね。これもね、やっぱ自分たちの人生に制限かけちゃってるんですよね、はいはいはい、ということでこのね、ダイラ端子の上でシャトルランができないかと、そういう夢をここに持ってきました。いやでもこの中に今からね、片栗粉と水をどれぐらい入れるかとかね、ちょっと僕もわからないんで、今からね、みんなで一緒に勉強しながら作り方からちょっといろんな人どうやってるかって調べるっていうのね、ちょっと一回ね、それ見ていきたいと思います。じゃあ行きましょう。よし、1、2、3、4。はい、ということでね、もう今から見ていくんですけど、よし、お、うちの会社の人だ。鼻水気になる。鼻水垂れてっすよ。はい、寒いんだよ。これうちの会社のね、携帯ね、これうちのなけなしの金で買った、なけなしの金で買った携帯だからさ、これね、1ヶ月で3ギガしか契約してないの。俺は疲れねえから。一般的な学生も同じギガ数だから、大体みんな同じ条件なの、俺たち。ってことは単純に割る30すると、今日1日で100メガバイトしか使えないの。100メガバイトって相当じゃない。その中で俺たちは大学男子の知識を得るっていう目的を果たさないといけないから、動画1本分ぐらいですかね。動画多分ね、10分分ぐらいじゃないかな、多分100メガバイトって、ね、死ぬ気で見るわ、死ぬ気で見よう。おこんなんじゃ、すげえ、あ、でもほんまにめっちゃドロドロやん。固まってますね、うん、概要欄に書いてました、片栗粉と水を約1対1で混ぜた液体を大量に使って実験です。なんとそこに、しかも約というのが書かれてる。約1対1ね。これ見て、女の人でも、ほら女の人でもこうやって、ほら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 、できる。男女共同参画社会やんよ、これ。おー、その1999年です。平等に行けるんや。夢あります。はい、終わり。え、はい、終わり。もっと見せてくださいっすよ。でも 10分超えたからさ、先輩、ごめん、無理やから、ちょっとごめんごめん、無理やわ。ということでやっていきたいと思います。ということで、メイキッドバスのメイキッドバスのウィズウームの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。呼びのりさんが今ちょっとダイヤ男子の専門家なんで。俺、僕らの都合栄養に全部専門家になる。めっちゃいいとこにこねおったやん。いやでももううち100メガ使ったらもうダメですよ。ああ、そう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 。お前やばあ。
ます。じゃあ皆さんお水をあげてくよ。25キロ。25キロ。せーの。はい。全然足りない。あ、やばね。病気になりそう、これ。これでも何リットル入れてるか把握してるから結構やばくないですか。痛い楽しいですよ、でもめちゃくちゃ。いや、ガチで、全員呼ぶガチに楽しいです。答えない。浮かない。だから大事だから、力加えたらダメなんですよ。ちょっと走ってみて。これは大事だしじゃないってことやった。これ大事だし。これはあの、ドロッとミス。あ、でもだいぶ濃度めっちゃいい感じやと思う。うん、あ、ほらほらほら、力になれへん。ほら、おっと出てきた。ほら、すげえすげえ。来た。あー、やばい。ちょっと待って。ゾンビや。逆に入ろう。でもほんま今走れると思う、マジで。行くで。最後まで行きました。死んでお前、それだと終わりやで。すごい。だってこうやったらもうすごいですか。ほら、すごいですか。行くよ。はい、3、2、1。すごい。はい、ただ単純にかなわない。はい、ということで、はいはいはい、ダイヤ魂完成しました。最も過酷でした。2時間以上かかりました、ここまで。見てください。ちょっとこのままやろ、このままやろ。叩いたらしっかり帰ってくる。走ることができること確認しました。 YouTube で一番ショットライっていうの絶対俺たちやから、ここでもできるんじゃないかっていうドリームを今日はね、はい、4人で叶えていきたいと思います。で、20m シャトルランなんですけど、この長さしか作れなかったんで、あの 20m の歩幅をさっき4人全員計測して、その平均が16歩だったんですね。だからここで16回通したら次のとこに座っていいという、はい、そういうルールで 20m シャトルランをダイヤ魂でやっていきたいと思います。ダイヤ魂シャトルラン、レッツゴー。あー、おう。第1回目、キムとワガ。はい。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、OK。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、OK。 これやってる時超えぐい。どっちが死んだよ、本家の。本家じゃない。16、16。マジで。え、本家が来て死んだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61
1、2、3、4、5、6、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 1、2、3、
めっちゃ死にやけど、お前すごいよ。お前すごい。本当すごいよ、これ。1、2、3、4、5、6、16OK。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100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 
40回。うわすごい、40回なんと。いや、俺らの目標は100回やったはずですから。俺らの目標は100回ですからね。やってからやってください。いや、でも俺たちは100いきますからね。はい、いきます。余裕でいきます。おそれしなくても分かる程度の風吹いてます。頑張りましょう。はい、よーし、よーい、スタート。ちょっと待って、ちょっと、ちょっと、ちょっと、何回シャトランやったんですけど、余裕がない。大丈夫終了。記録僕が15回とで、花尾が39回ということで、全員足して110回ぐらいと100回超えました。ダイラタンシーでシャトルランやってみたんですけど、制限されると青春できない説、これもまた立証ということで、はい、唇も青のったら青春ね。春一番と青い青春です。今日はソフトバンクさんとの、タイアップでしたけども、はい、皆さんいかがでしたか。本当にこんな企画にお金出してくれてありがとうございます。そしてですね、ソフトバンクさんはですね、5歳から22歳の方でソフトバンク学割に加入された方はどなたでも最大1年間ギガ使い放題になります。イエイ。
なんとですね、さらに通常ですね、通話基本料が月980円かかってくるんですけども、なんと今なら半年間0円でお使いいただけまーす。イエーイ。で、詳しくは概要欄から URL をチェックしてみてください。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。